どういうことだ。何がです？お前たちがオーガの王族だって話は本当なのか。嘘だよな。数ヶ月前ふらりとギルドにやってきた旅の戦士が王族だなんて、そんなバカな話。頼むから何か言ってくれ。一体どこでそんな話を。質問に質問で返すんじゃない。今聞いてるのはこっちなんだ。やれやれ、嘘をつくわけにも参りませんか。つまり、ええ、あなたのおっしゃる通り、このリサール・パカス、オグルスタンの王女にして第一王位継承者である事実を否定はしません。それがしは、アントニオ・スパルタコスと申すも、少々お尋ねしたきことが。もし。ミッチーさん、今日はなんかお仕事あるっすか。ミミ殿。冗談じゃないぞ。一国の王女をはらませたりなんかしたら国際的な大問題になるだろう。心配はご無用です。私の身分があなたのリスクとならないことをお約束しますので。何？私が求めているのはあくまでもあなたの子だね。最強の子供を身ごもればすぐさまあなたの前から消え失せ、その後決して父の名を明かしたりはしないでしょう。さあ、少しでも確率を上げるため今まで以上に励もうではありませんか。ミミ殿の話によれば、ここにリサ様が。長い旅路でござった。武者修行の旅に出ると書き残し、姉妹揃って忽然と姿を消されたあの日から早3年。しかしそれがしの思いはこの3年で微塵も揺らぎはしませんでしたぞ。やめろ、俺は決めたんだ。ルベリア先輩と。失礼。もう諦めなさい。おお、この声は。今もなおこのスパルタコスの心はリサ様だけのものです。リサ様。技術でフォローしてもバナナでは耐久値に限界が。おやめなさい。オグルスタン第一王女リサ・アルパカスの名において命じます。即刻戦闘行為を停止しなさい、スパルタコス。
かつてない凄まじい憎しみの波動を感じる。つまり彼はお前たちの幼なじみで、昔からお姉ちゃんにベタブレでずっとつきまとってるんすよ。まことお美しくなられましたな、リサ様。わざわざこのようなところにまで参ったのには何か訳があるのですね。どうか即刻武者修行を切り上げ本国へとお戻り遊ばしますよう。戦士団の者どもも指導者の不在を憂いております。このままではオグルスタン戦士団の忠説も。表を上げなさい、スパルタコス。戦士団の者どもには申し訳なく思っています。しかし私はまだ戻るわけにはいかないのです。それは何故。3年にわたる武者修行の末たどり着いたこの地で、私はこの地上最強の男ピーター・グリルを正式な種として定めました。より強き子を求めるは王家の種族的な宿命、ましてやオグルスタンを率いる身の上ならば。故に地上最強の子をこの身に宿すまでは私は祖国に戻らぬ覚悟です。なぜなのです。このスパルタコス、幼少の頃よりリサ様を慕い、日々武術の研鑽に努め、リサ様にふさわしき男になるため。なぜも何もあなたが私よりも圧倒的に弱いからです。容赦ないな。そもそも事の発端として、オグルスタンに私を満足させるほどの強い男が存在していれば旅に出る必要すらなかったのです。私を慕っているというのならなおのこと、自らの種としての価値を示しなさい、スパルタコス。おっしゃる通り、国にいた頃のそれがしはリサ様を超えられぬ非力な存在でありました。しかしこの3年、リサ様にふさわしき男になるためさらなる研鑽を積み武を練り上げてまいりましたのもまた事実。今こそそれを証明してご覧に入れましょう、ピーター・グリル。リサ様にふさわしき男の座をかけて貴様に決闘。